バットフィッシュはアメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。韓米は西インド諸島に生息する万ダイカツバメウオ族や大西洋に生息するセミホウボウカ、アカグツカなどにちなんで命名された。いずれも左右の胸びれ、または上下の背びれと腹びれが長くコウモリの翼に見立てている。当初はニベカ長ニベ族のフランス語奏症にちなみ、 アクーパと命名予定であったが、1942年9月24日に、バットフィッシュと改名された。ツバメウオニシセミホーボーイガグツバットフィッシュは1942年12月27日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1943年5月5日に、ネリー・フォーティア・プジンによって、命名、浸水し、8月21日に、 艦長ウェインルッカーメリル少佐の指揮下収益する。春工後、バットフィッシュは新珠湾に開港されて紹介準備に入った。12月11日、バットフィッシュは最初の紹介で日本近海に向かった。12月15日にミッドウェイ島に寄港して給油した後、証区に到着した。1944年1月14日、バットフィッシュは 北緯30度48分、統計135度17分、北緯30.800度統計135.283度、13 30.800135.283の伊豆諸島南方で暴風雨に悩まされながら充電していた。その時、レーダーにより3個の目標が近づいてくるのを確認した。これは、トラック諸島から引き上げてきた戦艦山戸と護衛の駆逐艦。 富士波、朝雲であった。しかし、この暴風雨で富士波と朝雲はついていくのがやっとであった。バットフィッシュは大波をものともせず充電しつつ、ヤマトのいる方向に接近して行った。ヤマトも距離1万8000メートルのところにいるバットフィッシュの存在に気づいて、放線用意をしつつ、疑惑航路を取った。 バットフィッシュのもとには、司令部から戦艦ヤマトが向かっているとの情報が改めてもたらされ、先回りして待ち伏せすることとした。ところが、ここに来てメリル艦長が戦艦の手法の射程圏内に入ったら、先行すると弱気なことを言い出した。戦艦に上官経験のある部下のモルテーニからの説得や抗議も弱気の虫になっていたメリルの耳には入らなかった。 バットフィッシュは距離1万6000メートルまで接近した後、ヤマトへの攻撃をあっさりと諦めた。1月20日には室戸岬南方180海里の地点で海軍徴用船日高丸を撃沈した。1月30日、バットフィッシュは50日間の行動を終えてミッドウェイ島に帰島。ヤマト攻撃の一件で、 メリル艦長に意見愚心し却下されたモルテイニがメリル艦長と共に勤務することを嫌って転属願いを出しバットフィッシュを去っていった。2月22日、バットフィッシュは2回目の紹介で日本近海に向かった。しかし、この紹介では三拝しか船を見ず攻撃機会もなく戦果を上げることはなかった。4月15日、バットフィッシュは53日間の行動を終えて、 真珠湾に帰島。整備を受け、5月10日に3回目の紹介の準備のために、ミッドウェイ島に向けて出港。14日に到着した。翌15日、突然、メリル館長は、館長の任を解かれ、公認の館長には、ジョン・ケイ・ファイフが就任した。乗組員のケイン・ムティニーが、最初の紹介でのメリル館長の不甲斐なさを、司令部に報告し、 司令部スタッフの貧損がそれを受理したのであった。解任されたメリル艦長は再び潜水艦部隊には戻ってこなかった。5月26日、バットフィッシュは3回目の紹介で日本近海に向かった。6月22日、バットフィッシュは北緯34度36分統計137度56分、北緯34.600度統計137.933度、 34.600137.933の地点で長良川丸を撃沈。7月1日にもマリアナ諸島方面の北緯31度26分、東百141度11分、北緯31.433度百四141.183度、14 31.433141.183で、特設監視艇新井丸と、小型貨物船。 第五五十鈴川丸を撃沈した。7月7日、バットフィッシュは43日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。駆逐艦さみだれ8月1日、バットフィッシュは4回目の紹介で、パラワ方面に向かった。8月23日、バットフィッシュは、北緯08度09分、統計134度38分。 北緯8.150度統計134.633度、8.150134.633で、第22号総改定と思われる官邸に対して、来撃を行い、撃沈を報告した。3日後の8月26日、バットフィッシュは、北緯08度30分統計134度37分、北緯8.500度統計134.617度、 8.500134.617のカルアルグル島南西端のベラスコ礁に座礁している駆逐艦サミダレを発見した。サミダレは、軽巡洋艦キヌ、駆逐艦ナミと共に、パラオに対する輸送作戦に従事中の8月17日に座礁したものであり、この時までに幾度か引き下ろしを試みて失敗していた。また、B-24 も何度か来週して、 サミダレを爆撃していた。夕方18時40分、バットフィッシュはサミダレに向けて、魚雷を発射。一本がサミダレの右舷側中部に命中して、サミダレの艦隊を切断した。この後、バットフィッシュはフリーマントルに向かった。9月12日、バットフィッシュは41日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。10月8日、バットフィッシュは5回目の紹介で、 南シナ海に向かった、エクスマス1を経て、ダーウィンに入港し戦望橋を修理した後、10月17日に出港した。この紹介で、バッドフィッシュは10月20日と11月12日の攻撃で2隻5000トンの戦果を上げたと報告したが、実際の戦果はゼロだった。また、11月6日から7日にかけては、従順洋艦熊の12月1日、 バッドフィッシュは53日間の行動を終えて、真珠湾に帰投した。12月30日、バッドフィッシュは6回目の紹介で、アーチャーフィッシュ、ブラックフィッシュとウルフパックを構成し、ルソン海峡、南シナ海方面に向かった。この頃、フィリピンの戦いで配送を重ねていた日本軍は、ルソン島に残っていた陸海軍パイロットを日本国内に退却すべく、 駆逐艦や輸送機での救出作戦を展開していた。しかし、1月15日の時点でまだ約1000名のパイロットや西部兵などがルソン島北部のアパリ近辺に残留しており、制空権も脱出されて駆逐艦や輸送機による救出は困難となっていた。そこで次の手段として潜水艦による救出作戦が行われることとなり、 第6艦隊司令長官の三輪の重吉中将は2月4日付で潜水艦による輸送作戦を命じた。第1弾として両46が救出に成功したが、この時点で作戦の手の内は何もかもがアメリカ海軍に探知されていた。バッドフィッシュらは続く潜水艦を撃沈すべくルソン島北部沿岸を紹介した。2月11日19時15分。 バットフィッシュはレーダーで目標を探知した。1時間後、潜水艦と思われる艦影を発見。しばらくすると先行し、30分後に浮上した。バットフィッシュはレーダーを頼りに目標に接近し、22時10分に魚雷を4本発射。魚雷が命中した、潜水艦は吹き飛び、瞬時に合沈した。これが、両112の最後であり、撃沈位置は、 北緯18度53分、統計121度50分、北緯18.883度,度、統計121.833度、18.883、十2 1 8 3 3と記録されている。バットフィッシュは浮上した後、近くに不時着水した味方パイロットの捜索を行った。その最中の2月12日1時55分、バットフィッシュのレーダーに再び目標が探知された。 バットフィッシュは前回と同じクレーダー観測で目標に近づき、明け方近くの4時49分に一度先行した後、再び浮上した潜水艦に向けて魚雷を4本発射。魚雷1本が命中した潜水艦は爆発。大きな黄色の火の玉と火炎が周囲を明るくし、潜水艦は合沈した。これが、旅113の最後で、撃沈位置は、 北緯19度10分統計121度25分、北緯19.167度統計121.417度、1 9 1 6 7十2 1 4 1 7と記録された。バットフィッシュは潜水艦撃沈を司令部に報告。ほどなくして太平洋艦隊司令長官チェスターに3つ、原水から祝電が送られてきた。3月3日。 バットフィッシュは61日間の行動を終えて真珠湾に帰島。オーバーホールのためにサンフランシスコのハンターズポイント海軍造船所に開港された。オーバーホール中に艦長がワルター・エールスモールに変わった。6月26日、バットフィッシュは7回目の紹介で日本近海に向かった。この頃には日本の感染は激減しており、残された感染も多くは、 燃料不足や、嫌い封鎖によって公安に封じ込められ、ごくわずかな感染のみが概要で行動していた。バットフィッシュは、この紹介ではわずかに残された目標にも、遭遇しなかったが、7月24日夕刻には、薬島の陸上施設に対し、コイン地方による艦砲射撃を行った。バットフィッシュは、洋上で8月15日の終戦を迎えた。8月26日、 バットフィッシュは58日間の行動を終えて、真珠湾に帰投した。バットフィッシュは、不活性化オーバーホールの後、1946年4月6日に、ベアアイランド海軍造船所に開港されて、同地で予備役となり、太平洋予備役艦隊で保管される。1952年3月7日にバットフィッシュは、最終駅し、4月21日に、 フロリダ州キーウェストを拠点とする第122潜水艦分艦隊に訓練任務のため配属される。1960年7月1日にギースマイナス3 1十二艦種変更された。その後、バットフィッシュは1969年11月1日に退役し、大西洋予備役艦隊で保管され、1972年2月28日に除籍された後、 オクラホマ州海事諮問委員会へ移管。アーカンザス川を栄光され、マスコギーに運ばれた。同地で、バットフィッシュは陸上げの後固定され、オクラホマ州出身の潜水艦乗組員のための記念碑として一般に公開されている。バットフィッシュは第6の紹介で3隻の潜水艦を沈め、主君部隊賞を受賞した。その他、 第二次世界大戦の戦考で6個の従軍聖賞を受賞した。その戦果は9隻の敵艦を沈め、合計トン数は1万658トンを記録した。ブレア、586ページ。なお、メリル艦長は戦後に最初の紹介での件で高等軍法会議にかけられ、立場が危うくなったが、当時国防総省に勤務していた貧村の働きで、 助けられたザ・オフィシャル・クロノロジー・オブ・ザ・ US ・ネイビー・イン・ワールド・ウォー・ツー。船舶データは、林幹事、戦前船舶研究会、特設感染言語によるアメリカ側の記録では、撃沈となっているが、サミダレの戦闘商法に、第22号総海底が座礁したサミダレの救援に、やってきた記述がある。SS-310。 アセス・バトフィッシュパート 1P182183 では、ミネ風型駆逐艦としている SS-310、アセス・バトフィッシュパート 2P22、36。なお、アメリカ側の記録では2月9日から10日にかけて、北緯18度56分統計121度34分、北緯18.933度統計121.567度、 18.93321.567の地点でも潜水艦を攻撃し、旅55あるいは A41、e、を撃沈したとしているが、この2隻は日本側の記録では別の時期に撃沈されたこととなっている。また、アメリカ側でも The Official Chronology of the US Navy in World War II では記載されていない。ありがとうございます。